玉座のトル類とその家族。トル類の左手に座る婦人が、聖比ソルコクタニベキか。ソルコクタニベキは、チンギスカンの、第四子トル類の聖比。世界征服者史では、セルキテビーキー、シューシュトルイ類藩を治むなどでは、スーユククティーニービーキー、セルカクトニービーキーなど。現朝詩�では、サジゴークロ等に別骨、原始公費表では、サロノギ朝に詩�と表記される。 ソルカクタにべきともカタカナ表記される。資源三年に、クビライによって、小生皇后と追試された。ケレート部族の王であった、恩官の実定ジャカガンボの、第三女。長子が、チンギスの日になっているため、チンギスの義前にも当たる。チンギスの、第四子、トルイの聖妃となった。トルイとの間に、モンゴル帝国の、第四代モンゴル皇帝となった長男モン家、第五代皇帝で、 元王朝の創始者となった四男、クビライ、イルハン朝の創始者となったイツオフレグ、クビライと争い範囲を追われたムツオアリクブケを出産している。父のジャガガンボは、実刑の恩官やその着手イルカ戦軍と不仲で、チンギスと仲が良かったという。そのため、1204年に、兄とおいがチンギスに敗れて死去しても、娘を、チンギスやその子の女子やトルイに嫁がせるなどして、 皇宮を手にしている。ソルコクタニベキは、トルイと仲が良く、この間に4人の男児に恵まれている。1232年に、夫が急死すると、長男の門家に、トルイ家を継がせ、自らは、その後権役のような立場となった。1241年に、第二大モンゴル皇帝、オホデーが死去して、時代の皇帝位をめぐる争いが起こると、オホデーの長男、グユクが、聖母、 ドレゲネの強い支持を受けて1246年に第3代のモンゴル皇帝として即位する。しかし、ジョチ家の当主、バトゥやモンケとその母であるソルコクタニベキラは、この即位に不満を持ち、ソルコクタニベキは、バトゥと、密かに連絡を取り合って、密約を交わしたりしたという。1248年4月に、グユクは、休止を遂げているが、ビジュリク方面に、 グユクが遠征しているのを警戒するようにとバトゥに知らせ、それを受け取ったバトゥがグユクを暗殺したという説もある。グユクの死後、ソルコクタニベキは、バトゥと協力して、オゴデ家の政権を否定して、自らの長男、モン家を擁立し、1251年までに第四代のモンゴル皇帝として即位させた。間もなく、病に倒れ、 1252年からモンケクビライフレグ、ラニヨル遠征が始まる中で死去し、ネストリウス派キリスト教徒だったため、監宿省懲役史の教会に安置された。夫が創生した後、その間に生まれた若年の息子たちを育て上げて、取る池を盛り立て、その息子たちが、いずれも王朝の王となったことから、彼女を、剣婦人と評価する声もある。終始とる位期では、ソルコクタニを、 王国の四つの支柱として立った、チンギスファンの四人の息子のような、彼の尊厳ある四人の息子の母と称している。ありがとうございます。